車をつけてください。表彰ミニッツカップ2013年度愛知大会、さあいよいよ予選の方に移っていきます。さあスタートマシャロック切れました。それではスタートします。シグナルです。さあノービスクラスのヒートワン、さあ綺麗なスタートをしていきましたが、さあポールショットはカーナンバー2番神田選手、そして関川選手、本田選手、池田選手、坪井選手、安田選手、坪井選手と続く展開。さあトップのマシンはイエローのマシン、今バックストレートに入ったマシン、こちら現在トップのカーナンバー2番神田選手。さあベストラップの方12秒930。非常に安定した走行。さあ今コントロールラインを通過して5周目、そして2番手本田選手、さあトップとの差は 4.2 秒、そして3番手に関川選手、4番手池田選手、5番手安田選手、6番手坪井選手といったオーダー。さあトップの神田選手今7周目に入って、さあバックストレートエンド、そしてインフィールドに入っていた黄色いマシン、こちら現在トップの神田選手。さあレースタイム残り30秒。さあトップのマシンは今9周目に入った。さあもう1周いきそうですね。さあ5秒残して10周目。さあ今時計の方は2分を経過。池田選手ゴール、坪井選手、本田選手ゴール。さあレース続行中です。さあ神田選手ゴール、関川選手ゴール、そして安田選手ゴール、全車ゴールです。さあただいまヒットトップはカーナンバー2番神田選手を、10周ですね、おめでとうございます。